トミー・ドーシーは、アメリカのジャズ・トロンボーン、ジャズ・トランペット奏者、バンドリーダー。ペンシルベニア州のマハノイ・プレーンに、バンドリーダーだったトーマス・フランシス・ドーシー・ SR の、4人兄弟の2番目の息子として生まれる。兄は、ミュージシャンのジミーであり、トミーの下には、マリーとエドワードがいる。15歳の頃から、ジミーと共に活動を始める。九百二十年代は、 ルディバリー、ヴィンセント・ロペス、そしてポール・ホワイトマンのバンドで活動している。1934年に、同士兄弟のオーケストラを結成。グレン・ミラーは1934年から1935年まで、このバンドにいた。1935年からトミーは、自身のバンドを持ち、活動を行う。彼のバンドの特徴は、トロンボーンセクションにあり、結果、 多くの記録も生まれてきた。結成した年にヒット曲を生み、ビルボードチャートには計137回もヒットした。その中には、彼のテーマソングである、I I'm Getting Sentimental Over You のほか、On the Sunnyside of the Street, TD, SVGUG, Well, Git, It, Opus One, Mine Hatton Serenade などがある。 合計で17回シングルで1位を獲得。アイルネバースマイルアゲ e ンは1940年に売り上げ1位を12週連続。1943年にはインザブルーオブイブニングでポップシングルチャート1位を3週連続達成した。この背景にはこのバンドには精鋭のミュージシャンが集結していたことも挙げられる。主なメンバーは以下の通り。当時、 新人だったフランク・シナトラはこのバンドで学んで、成長し、成功している。ドーシーは後に、自身のサウンドは、トロンボーン奏者、ジャック・ティー・ガーデンに影響されたと語っている。ドラマーについては、あらゆる手段を講じてでも、また、どこにいようと、どれほどのギャラを要求されようとも、確実にバディリッチに来てほしいと要請した。バディリッチがダメな時は、 ルイ・ベルソン、あるいはアルビン・ストラーに要請した。リッチ、ベルソン、ストラーは、ドーシーの標準的選択であった。クラリネットのバディでフランコによると、どのドラマーも1時間から1週間しか続かなかった。ただ例外は、トム・ウィッタ・コムで、彼は1950年代初めに、相当期間バンドにいた。という、第一線を走り続けた彼のバンドは、対戦終結とともに、 音楽経済変化の余波で、他バンド同様に解散せざるを得なくなる。かつて、同ー,ー兄弟は、バンドのことで対立し、それぞれに分かれたが、兄のジミーは経済を捉えて成功させていた。兄弟は和解し、1953年12月26日、再び兄弟のバンドを結成。1956年までこのバンドは、TV などにも出演した。 1956年、コネチカット州グリニッジにある自宅で、大量の睡眠薬を飲み亡くなる。51歳没。兄のジミーも、翌年、ガンで亡くなっている。ケンシコ墓地にあるドーシーの博士生活ではトミーは3回、結婚している。1922年に17歳で16歳のミルドレッド・クラフトと最初の結婚をし、二人の子供を、設けた。 1943年に離婚後、映画女優のパッド・デーンと結婚。しかし3年で離婚している。最後の結婚は1948年3月27日、コパカ・バーナのダンサー、ジェーン・カール・ニュートであった。彼女との間には2人の子供がおり、彼女はトミーが死ぬまで彼の妻であり続けた。彼女も2003年8月24日に他界した。 ありがとうございます。